アイコニックスは、ラショナル統一プロセス、エクストリームプログラミング、およびアジャイルソフトウェア開発よりも前から存在するソフトウェア開発方法論である。ループと同様に、アイコニックスプロセスは、アンルのユースケース駆動であるが、ループより軽量である。XP やアジャイルのアプローチとは異なり、アイコニックスは十分な要求と設計のドキュメントを、 作成するが、分析麻痺にはならないようにする。アイコニックスプロセスは、4ステップのプロセスでただ4つのアンルーズを使用して、ユースケース技術を動作するコードに変換する。アイコニックスを他と区別する特徴は、要件定義と詳細設計のギャップを埋める、方法である、ロバストネス分析を使用することである。ロバストネス分析は、ユースケース技術の曖昧さを、付随する。 ドメインモデルの文脈への記載を確実にすることによって削減する。このプロセスにより、ユースケースからの設計、テスト、および見積もりがより容易になる。アイコニックスプロセスは、書籍、ユースケースドリブンオブジェクトモデリングウィズアンルセオリープラクティスにて説明されている。基本的に、アイコニックスプロセスは、中核論理の分析および、 設計モデリングプロセスを記述している。しかしこのプロセスは異なるプロジェクト管理やアジャイル方法論に従う様々なプロジェクトで大幅なテーラリングなしに使用することができる。書籍アジャイルデベロップメントウィズアイコニックスプロセスではアジャイルプロジェクトでのアイコニックスプロセスの使い方が説明されている。アイコニックスプロセスは4つのマイルストーンに分割される。 各段階で前段のマイルストーンの成果物をレビューして更新する。アイコニックスプロセスを開始する前に要求分析がなされている必要がある。この分析からユースケースが特定できるようになり、ドメインモデルが生成され、いくつかのプロトタイプ GUI が作成される。ひとたびユースケースが特定されれば、ユーザーとシステムがどのように相互作用するのかを 文章で記述することができる。ユースケース記述の潜在的な間違いを検出するためにロバストネス分析を実行し、それに応じてドメインモデルを更新する。ユースケース記述はユーザーが意図したシステムとどのように相互作用するのかを識別するために重要である。またユースケース記述は顧客がどのようなものであり、 要求分析の結果が正しかったかどうかを検証するものを開発者に提供する。アイコニックスプロセスのこの段階ではマイルストーン2からのドメインモデルとユースケース技術が構築中のシステムを設計するのに使用される。ドメインモデルからクラス図が作成されユースケース技術がシーケンス図の作成に使用される。 システムがユースケース記述とシーケンス図に合致することを検証するユニットテストを記述する。最後にクラス図とシーケンス図を手引きとしてコードを記述する。ありがとうございます。